カルエーデラックスの時間だということで、はい、今日もやっていきます。マリオカート8デラックスということで、今日はね、ちょっとね、趣向を変えます。趣向というのもね、気づいたんですよ。今日はいつものレースと違って検証です。今日はね、検証動画です。マリオカート8デラックスの検証動画です。で、何を検証するかというと、前回前々回からの動画、また動画の一覧見ていただいたら分かるんですけど、なんていうんですか、トゲゾー VS マグナムキラーの戦いがあったじゃないですか。どっちが強いかみたいな、まああれもほとんど検証みたいなもんですけど、あれまあ結局マグナムキラーが勝ちましたよと。で、その時に、なんで2位なのにマグナムキラーこっち来たんだよって話をしたら、まあ、コメントでね、教えていただいた、方がおられて、あれ1位の方、とっくにゴールしてましたよと。あ、なるほどね。2位が1位だから、今のところゴールしてないやつからしたら、2位が1位だから、2位にキラー来たんだねと。はい。で、あとはね、前回の動画で、疑惑、誤信疑惑のトゲゾーがなぜか知らないけど、これはね、ほんと、前、オンラインで、レディース対ボーイズっていう、インターネット対戦やったんですよ。大会に出てね。あれはちょっとほんとおかしい感じがするんですよね。2位でもないのに、トゲゾーがバーンって言ってたみたいなね。しかも自分のチームに。はい。で、今日の検証は何かというと、トゲゾーのことなんですよ。はい、トゲゾーのことなんですけど、1位に飛んでいくじゃないですか、トゲゾーって。でもそのトゲゾーが、1位の人がトゲゾーを発射したらどうなるかっていうのをちょっと今日やってみようかと思います。はい。で、今日は 50cc やります。なぜ 50cc をやるかというと、ね、100cc、150cc じゃトゲゾーが出てから1位まで上がれない。トゲゾーって多分1位走ってると絶対出ないんですよ。で、つまりこういうことです。 50cc だったら後から怒涛の追い上げでオルフェブルみたいに前に出れるんで、 50cc でわざと後ろを走って、トゲゾーが出た瞬間にかっさらって一気にこう1位に出て、1位になった時点で私サクがトゲゾーを発射します。そしたらどうなるのか。はい、はい、ということでね、やっていこうと思います。はい、前座がね、前置きが長くなりましたけど、そういうことなんですよ。で、まあこの動画を検証するにあたってどうなるか、つまり1位を走ってる時にトゲゾーを発射するとぐるっと前に飛んでいって消えていくのか、前を飛んでさらに周回遅れ、周回一周して僕に当たるのか、それとも2位にくるっと回って当たるのか、それとも発射ができないのか、いろいろありますけど、それをね、今日ちょっとね、やってみたいと思います。で、50cc でやりますよ。で、もうどこのコースでもいいです。もうどこのコースでも勝てるので。はい、ということでね、キノコカップやりました。前置き長くなりましたけど、キノコカップをね、やってみます。で、トゲゾーコーラが出やすくなる順位っていうのは特になくて、要は1位が圧倒的に早い時に2位から12位までの人に出やすくなりますよっていうのがトゲゾーコーラなんですよ。なのでね、今からね、それを検証します。というか、おっせーな、おい、おっせーな、イライラすんなこれはい、だからこういう風にね、走ってる時に要は1位さえ飛び抜けてくれたら2位以下にこうやって出やすくなりますよということなんで、とりあえずね、走ってはみますけど、何分ね、レベルが低すぎる。あ、だからそんなに遅かったら絶対に抜けるから、ハテナのところで結構粘ればいいんだね、多分ね。ちょっとね、じゃあそれをね、ちょっとやってみます。それではね、しばし検証動画が撮れるまでやってみますんで、よろしくお願いします。なんかこれあれだね、みんなのなんか修学旅行とか行ってる小学生の列のなんか引率の教師みたいになってるね、俺。10位だけどさ、これもう追い抜かないようにするのが本当大変ですよ、これ。もうちょっとでも速度出したら、こういうのに当たるとさ、すぐ追い抜いちゃうんだよ、ほら。あ、まあこれ追い抜かなかったけど。で、これってあれだね、ハテナを取りに逆走しようとしたら、もう今逆走できないようになってんだね。それは知らなかったわ。こんな素晴らしいアイテム出るんだね、俺。どうすんのよ、これ。いらないな。とりあえずトゲゾーが欲しいんだけどね。
皆さん来ましたよ、ついに。よっしゃ、トゲゾウ来たよ、トゲゾウ。これで1位に出ますよ。あとは1位出るだけですよ。もうトゲゾウ、もう稲妻くんなよ、稲妻くんなよ。もういきなり検証 VTR 終了するぞ、これ。いきなり検証終了するぞ。もう何言ってるか分かんない。とにかくやりますよ。あとは1位出るだけだけど、これ最終コーナーじゃないだろうな。やばいな。おー、やばいぞ。なんとか1位に出るんだ、なんとか。うーわ、最悪。さあ、終わりが見えませんからね。でも出るってことは分かったね、トゲゾウがちゃんと出るってことが。こういう検証をしようとするやつのために、あの 50cc トロトロ走ってるやつには出ないみたいなやり方、出ないっていうなんかあるのかなと思ったけど、一応出るってことは分かりましたからね。とりあえずもうこういう風にね、とにかく取り続けますよと。あ、なんか逆走できるようになってるね。さっきできなかったんだけどね。ここでとりあえずね、もうハテナを取りまくりますよ。トゲゾウ出たら、あー、もうキノコ邪魔だな、こういう時。どんだけ連続スターなんだよ。よし、次こそはこの遅すぎるみんなを引率しているサク先生ですよ。さあ、ここでもう一回やりましょう。ここでトゲゾウが取れるかどうか、取れるまでやります。よし、これどうだ。これキノコ出たら厄介なんだよ、もう。キノコの子やめて、ちょんまげ。これでやって急ブレーキかける意味がない。もうキノコだらけだな、おい。キノコだらけだな。毒キノコ栽培者みたいだな。なんでこれだけで1位に出るんだよ、もう。ちょっと、来た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 。これいけるか、間に合うか。これちょっと、なんでいつも最終レースでこうなんだ。オッケー、トゲゾウ来た、トゲゾウ来た。もうすぐで1位よ。うわー、最悪だ、これダメだ。なんでこういう時に限って無理か、無理かな、ちょっとこれは無理かな。でも出るってことは分かったよね、出るってこと。あー、いける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 。1位になった、1位になった。じゃあ検証します。いけー、あー、ダメだ。いけー、1位。使ったの、自分で食らうのかよ。何やってんだこの2人は。なんかストーキングか、おい。後ろから何やってやろう。こいつだこいつだこいつだ。はい、まあそんな冗談置いといて、はい、皆さん、ということでね、さっきの1位でトゲゾウを使ったらどうなるかっていうのは、おそらく1位の自分自身に降ってくるっていう感じだったんですね。はい、でも統計的にはおそらく1回やっただけでは確実とは言えないので、もしかしたらね、たまたまかもしれません。たまたま偶然ね、1位の僕に当たっただけかもしれませんから、あと1回か、あと2回同じ検証をして、トゲゾウが、おい、一番欲しい甲羅だ俺が。トゲゾウが1位で使って、3回やって3回とも自分に舞い降りたら、もうそれは確実だということが分かりますので、そういう検証をね、やっていきたいと思います。まず1回目はね、自分に来ましたということで、ちょっとそのままちょっとやっていきます。これぐらい差開いたらどうかな。トゲゾウ出ないかな。来たよ来たよ。ちょっと待って、今の完璧。よし、行くぞ行くぞ。これでまだ最終コーナーじゃないからね、これいけるだろう。お前ら絶対に稲妻すんなよ、お前ら絶対稲妻すんなよ。お前らあと11人絶対稲妻すんじゃねえぞ。スター当てんだろ、当てんだよ。よしよしよし、これで1位になれ、1位になれ。とりあえずこれで1位になったら一気に2回目 OK。 さあ、お前ら絶対にやるんじゃねえぞ。さあ、やるんじゃねえぞ。 OK、 ごぼう抜きよ、ごぼう抜きよ。よし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 、とりあえず1位出るよ。 OK、 これはいけるだろう。てか遅えな、おい。ほんと、お前、緑コーラ投げんじゃねえぞ。投げんじゃねえぞ、村人、ボーイ。よし、オッケーオッケー、よし、サイン。オッケー、もう1位になるぞ。トゲゾウ使うよ。1位で使うよ、もう1回。多分、自分とこ振りかかるけど、統計学のためにね、頑張るよ。さあ、ラリーかイギーか知んないけど、さあ、抜きます。とりあえず抜きます。オッケー。よし、1位になった、1位になった。オッケー、完璧。完璧の。オッケー、ここで曲がる。さあ、皆さん、もう1回やりますよ。1位でトゲゾウ使いますよ。1位でトゲゾウ使ったらどうなるか。1周回ってから自分に当たるのか、いきなり自分に当たるのか、2位に向かっていくのか。さあ、やります。さあ、ぼちぼちやります。じゃあ1位でやってみます。さあ、ではもうすぐやりますよ。じゃあ OK、 トゲゾウやります。1位で使います。さあ、果たしてどうなる。1位でゴール直前使ってやる。 OK、 1位でやります。発射。おい、やっぱり自分かー。でもスターで回避すればよかった。はい、ということでね、2回やって2回ともトゲゾウを使ったら、1位でトゲゾウを使ったら自分に降りかかると
いうことが分かりました。もうほとんどね、これは決定でしょう。もうほとんどそうでしょう。3回検証しなくてもおそらくもうそれは決定事項となって、もう間違いありません、ほとんどね。まあただ僕の中では3回やって3回ともそうだったら確定するんですよ、僕の中の統計学では。なので3回自分でトゲゾを食らってから判断します、確定判断になります。3回食らってから確定判断となります。なのでもう一度だけねトゲゾを食らいますからね。はい、さあ本当ね、どうなるか分かんないですけど、まあ、どうなるかってもうほとんど決定なんですけどね。なので、トゲゾさえ取れればまたやりますよ。これちなみにスターで海に突っ込んだらどうなるのかな。やっほー、サンゴ礁、おいいね、お向こう海、あーちょっと向こう行きたい、向こうサンゴ礁生かして、サンゴ礁、まあ、生かしてくんないけど、うわこいつトゲゾ持ってんな、おいボーイ、おいトゲゾ早く使えよ、よしよし、いいな、今俺が一番欲しいアイテムだわ。よし次取るぞ、よっしゃ、また来たぜ来たぜ来たぜ。さあこっから上がるのがちょっと大変だが、いきますよ、これで3回目の検証となるか。トゲゾーとキラーとかも最強のアイテム持ってるね。これまだ1周、え、あと1周残ってるよね、これどうなんだろう。とりあえずコイン取ってすぐ追い抜けるようにして、絶対投げてくんじゃねえぞ、サンダーとかすんなよ、ライデンすんなよ、あとの11人てめえらやってくるんじゃねえぞ。うわちょっと意外と遅いな、でもこれ次が最終レースだった、最終レースじゃないわ、最終コーナーだったらいける。 OK 行くぞ行くぞ行くぞ、ちょっとダッシュが欲しいな、まだこんなとこみんな遅えな、おい。でもこのペースだったら絶対抜けるから、あとはもうテクニックでカバーするしかない、あとコインと、まあコインもう乾燥してんな。よし上行ってダッシュワン使おう、これで一気に追い抜こう。でここで最終、よし行くぜ、4位まで行った、さあ待て、1位行くぞ、これちょっと意外と大変だぞ、このレース 50cc 結構テクニックでカバーできるとこがないぞ。でももう2位だからね、どこ1位、どこ1位ってか本物のトゲゾ投げてくんじゃないぞ。え、やばい全然抜けない、ちょっと待って、1位どこだ、あいた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 、オッケーオッケー、よしもう追い抜くからね、追い抜くからね、もうすぐ追い抜くからね、よしこれで3回目の検証、私策の中ではこれで3回連続自分に当たればこれはもう確定する。さあ行くぞ、1位になったよ、オッケー。じゃあね、それでは皆さん最後に3回目の検証です、やっていきますよ。じゃあ1位でトゲゾ使ったらどうなるかの3回目の検証いきます。じゃあ3回目、レッツゴー、やっぱりな、そしてキラーでゴール、できなかった。はい皆さん、ということで、今回の検証動画いかがでしたでしょうか。最後までご覧ご視聴いただきましてありがとうございます。はい、ということでですね、まあ、今回は本当に検証動画とこう名前を打って、作ってみましたけど、まあ前々から気になってたんですよ、気になってたというか前回のねその動画でキラーとトゲゾウが戦った時の動画があるんですけど、そこで気になって1位だったらトゲゾウどうなるんだろうねっていうね、で今回やってみたっていうことなんですよ。でまあ今後もね、なんかマリオカート8デラックスの中でなんか気になるようなことがあったら、まあ、検証としてどしどしちょっとやっていこうかと思います。で もちろんね、ご視聴の皆さんも、あこの場合どうなるんですかって、この時こうやったらどうなるんですかみたいな、まあ、ネタとかそういうのをやってほしいネタとかがあれば、まあ、教えていただいたらそれ検証しますんで、可能な限り、まあ、こうやってやっていこうと思います。まあ、今回ねなかなか面白かったですね、僕はね、やってる方大変かなと思ったんですけど、意外とね1時間ぐらいでね終わりましたよ、なかなか出なかったですけどね。はい、まあそんな感じで、まあ通常のねマリオカート8もやって、インターネット対戦もやって、まあいろいろまたやっていこうと思いますので、またご視聴よろしくお願いします。それでは本日もご視聴ありがとうございました、サクでした。皆さんご視聴ありがとうございます、サクです。他の動画もぜひご覧ください、チャンネル登録もよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。